福島正則は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名、静ヶ岳の七本やり、七将の一人、福島正則生誕地、太平記英雄伝33、福島左衛門の大雄生息永禄四年、桶屋を営んだ、福島正信の長男として、尾張国海東軍で生まれる。また星野成正の子で、福島正信の養子になったとも言われる。母が、 豊臣秀吉のおばだったため、その縁から幼少より古匠として、秀吉に仕え、天正六年に針間三木城の攻撃でウイを飾る。はじめの六高は二百国であった。天正十年の山崎の戦いでは、昇竜寺城を攻撃するなどして、軍港を挙げ、三百国を加造されて五百国となった。天正十一年の静ヶ岳の戦いの時は一番、やり。 一番主として、敵将、背後や吉見を打ち取るという大鼓を立てて称され、静ヶ岳の七本槍の中でも突出して五千国を与えられた。天正十二年、小牧、長久手の戦いでは、父、正信と共に、後尾、絵として、兵三百を率いて従軍したらしい。生息は、本人から美濃に撤退する際に敵と戦い、褒美として、同型犬を賜った。その後、 ネゴロデラゼメや四国征伐にも従い、天正十五年の九州平定の後、9月5日に、伊予国今治11万3千余石を与えられ、ここに生息は、文国を形成する大名的領主となった。小田原征伐では、小田信夫の軍として、八塚家政、細川忠興、ガ毛ウ里などと共に、ニラ山城を攻撃、包囲した。 文禄元年からの文禄の役では五番隊の首相として、戸田勝隆、長祖壁元地下、八塚家政、生駒町鎌政、来島道房などを率いて、軽喜道の攻略に当たった。年末には、軽喜道、竹山の守備についた。この後、生息は一旦日本に帰国し、文禄3年1月に再び、朝鮮に渡った。 講和交渉の進展により南部婦人が決まったため、生息は巨彩島の松間補助や馬門補助の守備、補給などの兵坦活動を担当した。10月、朝鮮水軍を率いる立春神が馬門裏を攻撃した時には、生息自ら軍船に乗って指揮を取り、敵船を焼き討ちするなどの反撃でこれを撃退した。文禄4年7月、秀吉によって、 豊臣秀治が切腹させられるという事件が起こった。この際、生息は日本におり、秀治に切腹の命令を伝えている。同年、終わり国清須に24万国の所領を与えられた。慶長さんに、橋場明治が確認される。橋場明治、豊臣生を与えられ、自重に印鑑によって、初代部から区下なしたのである。続く慶長の役には参加しなかった生息であったが、 秀吉は慶長を4年に朝鮮半島に大軍勢を派遣して大規模な軍事行動を計画しており、その軍勢の対象として石田三成と増田長森と共に抜擢されていた。しかし、慶長3年8月に秀吉が死去すると、この計画は実施されることなく、日本軍は大陸から撤兵した。生息は石田三成らと朝鮮出兵を契機としてその中が、 一気に険悪になり、慶長4年の前田利家の死後、法優の加藤清正らと共に、三成を襲撃するなどの事件も起こしている。この時は、徳川家康に流され襲撃を包囲したが、その経緯から家康の実婚大名の一人となる。また、姉の子で、生息の養子になっていた正幸と家康の幼女、満天姫との婚姻を実現させた。これは諸大名の子婚を禁じた。 秀吉の異名に反するものだった。関ヶ原の戦いの福島正則神話と慶長5年の合図性抜には6000人を率いて従軍。その途中、上方で三成が挙兵した法を受けての小山表情では、家康の意を受けた黒田長政にあらかじめ懐獣されていた生息が、三成挙兵に動揺する諸大名の起戦を制して、いち早く家康の味方につくことを制約し、 反転して成城する方針が決定する。清須から、美濃方面に進軍し、西軍の織田秀信が守る岐阜城攻めでは、池田照正と戦法を争い、黒田長政と共同で城を陥落させる。関ヶ原の戦いでは、浮田秀家勢1万7000と戦闘を行った。浮田勢の前衛8000を率いた、赤島佐則に、福島勢は一時退却を余儀なくされたが、なんとか、 浮田勢の進撃を防ぎ切ることに成功する。やがて、小早川秀明の配信を機に、西軍の戦線は崩壊した。浮田勢は、海戦時から戦っていたため疲労が、頂点に達し、東軍による集中攻撃に持ちこたえられなくなり、壊滅した。生息は、西軍総大将、毛利輝元からの大阪城接収にも奔走し、戦後秋広島と、 便ごとも49万8000国を得た。慶長6年3月に警備に入法した生息は、早くも領内を巡検するとともに、検知で国高の採算出を行った。家臣への治療割も事実上の9枚生とし、検知の結果を農民に公開した上で実習に伴った年貢を徴収して、負担を少なくするなどの前世を敷き、また、領内の自社の保護にも熱心であり、 慶長七年には、五島神社の平家農協を修復させた。慶長七年、本姓が豊臣姓であることが確認される。慶長八年、秋祭生誕の地に巨大な亀巨城の築城を始める。この城は、毛利両祭等端の岩国城に対する城で、さらに山陽道の交通を遮断する能力も備えていた。 慶長9年からの江戸幕府による諸城集築の動員に参加して中勤に励む一方、豊臣家を主筋に立てることも忘れなかった。慶長13年に豊臣秀頼が病を患うと、生息は見舞いに大阪城へ駆けつけている。慶長16年3月に家康が秀頼に対しに上場での会見を迫った。時には今なお豊臣家が主筋と自負して強行に反対した。 与土デを、加藤清正や浅野義長と共に説得し、秀頼の上落を実現させた。なお、生息自身は、病と称して、会見に同席せず、平方から京の街道筋を一万の軍勢で固めて、返事に備えた。この会見直後に、清正や浅野長政義長父子池田照正といった法遊の豊臣温子大名が、相次いで死去し、 生息自身も、慶長17年に病を理由に隠居を願い出る。しかしそれも許されず、大阪の陣では秀頼に火星を求められても生息は拒絶し、大阪の倉屋敷にあった倉米八万国の摂取を、黙認するに止まった。また、一族の福島正盛福島忠親は、豊臣軍に加わった。幕府には従軍も許されず、冬の陣、夏の陣ともに、 エドルス教約を命じられたが、着難の福島忠勝が兵を率いて、幕府軍に加わった。しかし、戦後、生息の弟の福島高晴は、豊臣家に内通したとして、幕府より海域を命じられた。長野県高山村にある、福島正則海域後の住居跡、高井寺の三門長野県高山村にある、福島正則をダビに付したところ、東京都港区三田の平等山小学院にある、 福島正則と福島正都市の供養母、家康しごまもなくの原羅5年、台風による水害で破壊された、広島城の本丸、二の丸三の丸及び、石垣等を無断修繕したことが、武家諸八度違反に問われる。生息は、その2ヶ月前から届けを出していたが、千年にも一国一条例発布後にもかかわらず、新規に築城を行ったとして、 もう年へから報告を受けた幕府より外頭上の破却を命じられた後のことでもあり、幕府からは正式な許可が出ていなかった。福島側の言い分では、雨漏りする部分をやむを得ず修繕しただけという、江戸参勤中の生息が謝罪し、修繕した部分を破却するという条件で一旦は、沙汰になったものの、求められた本丸以外の収築分を破却という条件に対し、生息は、 本丸の集区分のみ破却を行い、二の丸三の丸の集区分は据え置いた。これにより、破却が不十分であるととがめられる。また、人質として、江戸に送るはずだった、忠勝の出発を遅らせたこと、それに対して、万事親次第と弁明を拒否するなどしたため、怒った、将軍、徳川秀忠の上司として、牧野忠明と、花房正重が、 江戸芝田後下の生息の屋敷に派遣され、秋、ビンゴ五十万国は没収。品の国川中島四軍中の高井軍と、越後国大沼軍の四万五千国に、原天保の命令を受けることとなった。違法後、生息は、着南、忠勝に家督を譲り、隠居した。出帰して交際と合した。現那六年に、忠勝が創生したため、生息は二万五千国を幕府に返上した。 官営元年、高井野で死去した、去年64、高井野での生活はわずか5年間であったが、領内の創建地、用水の設置と、神殿開発、治水工事などの功績を残した。幕府の剣士役の堀田正吉が到着する前に、家臣、津田四郎兵衛が生息の遺体を仮装したため残りの二万国も没収された。福島家は取り潰されたが、幕府は生息の子、 福島正俊に、給料から3 1十2国を与えて、旗本とした。福島正俊が死しなく、没した後は一旦断絶したが、福島忠勝の孫、正勝が家を再興し、代々御書院番などを務めた。なお、左江門の大部という官職は、実際には存在しない。現在残されている生息を、左江門の大部に認じる胸の口千案の由来、 新丸は不明である。本来、左右門の大部とは、左右門の城を辞して、それと引き換えに、十五位下に昇進した、現在は、三位の人を指す言葉である。現在十五位下であって、左右門の城でもある人は、大部城、大部方眼と呼んで区別する。生息の時代にはすでにそのような慣習は忘れられて、左京大部などの実在の感触との混同が起きて、いたのする見方がある。 左衛門の大部は左衛門大夫であるが左京大部は左京の大部でありこの点でも区別があるまた同様の例として池田テルマサのサブロ左衛門の城があり生息もテルマサも自重任命後も従来の名乗りを用い続けている事例を挙げて武士としての関東名と豊臣政権において武家官位として部任される官位が別物として扱われるようになったからとする説もある また、通常、豊臣普代の諸将は、初代武将として扱われていたが、清息と、青木和則だけは、こう言えなりとされて、浅野長政、加藤清政、石田三成らよりも一段上とされていた。これは清息と、青木和則が秀吉の母方の縁者であることから、豊臣氏の純一門とされて、他の普代家臣とは、別格扱いされたからだとされている。小説論文。 ありがとうございます。